ジャパン甲子園東北大会準決勝。本日お送りする動画はプライドジャパン甲子園大会東北大会準決勝、山形県代表日東ベスさんとの試合を模様をお伝えいたします。日東ベスさんは山形県の強豪チーム、そして企業チームでございます。さあ、 DH のスタメンはこちら、私こうちゃん5番ファーストで出場しております。本日は健太に代わり初実況解説のこうちゃんがお送りします。よろしくお願いいたします。さあ、初回から見ていきましょう。先発のアイリー、ミッドベースさんの1番バッターはスマートで俊足高打、そんなタイプの印象ですね。出たら足が速そうだ。まずはトップバッターを切るぞ。前回登板から少し間が空きましたが、自分なりにトレーニングを重ね修正してきたと語っておりました。そしてここもナイス、ちょっと沈むような変化球ですかね。低めにコントロールされております。いいぞ。ここボール球だったんですけど、やはりちょっと浮いた球を逃しませんね。ポツンと当てて非常にミートがうまいな。いやー、嫌な一番バッターが出たかなって、そんな印象でしたね。続く2人のバッターを打ち取り、ツーアウトランナー1、3塁。そして迎えるは日東ベスさんの4番バッターです。さあ、初回。一手曲げれないぞ。頑張れ。ここも入りは下に沈む変化球ですね。ナイスボール。高めに行ったら打たれるぞ。雰囲気はありました。さあ、ここはちょっと高かったけど、ファーストゴロがっちりキャッチ。初回を0点に抑えます。ナイスピッチングだ。さあさあ、やってきました、 DH の攻撃。一番は切り込み隊長 GKT ケンタ。前回の試合ではクソほど似合わなかった裾上げスタイルから公約通り、今回はロングパンツ用でございます。やっぱりケンタはロングパンツの方似合うな。日東ベスさんのピッチャーは低め低めで丁寧に投げる意識、そしてスピンの効いた強いストレートを投げてくるというピッチャーでございました。しかしここ GKT ケンタしっかりとフォアボールを取ります。ノーアウトランナー1塁、2枚快速ノリノリよっちゃん、送りバントだ。サードもうチャージ、これは決まるか。2塁には投げられない、送りバント成功。ナイスバントだよっちゃん。そしてチャンスで山田3番ドホーン、ナイスバッティングだ。いい角度上がったぞ。とここセンター足が止まる、センターフライ、しかしセンター方向の意識、ナイスバッティングです。しかしキング藤田がいる、これもセンター方向だ、センターフライだ。初回は DH0 点です。さあ、2回アイリーどんな投球をするんでしょうか。どーっと、ここで日東ベスさんのバッターの頭に死球。いや、僕これ初めて見ました、頭に当たる。そしてここで日東ベスさんのバッター神対応でございます。ガッツポーズ、そして多分アイリーがすいませんと言ったところで OK 大丈夫だよと。いや、この OK サイン見た時に非常にほっこりしました。ありがとうございます。アイリーもこの OK サインをもらって勝機を取り戻したでしょう。さあ、頑張れ、仕切り直しだ。とっと高い、高いぞこの球、打たれる。いや、しかし山田ナイスボディストップ、ホットコーナーの宿命ですね。そして投げる、間に合うか。これサード強襲なえなりになりました。しかしこれ間一発でした。山田ナイスプレー、ワンアウトランナー2、3塁。ここで日東ベスさん仕掛けます、エンドラン。しかしバッテリー外したのか外さなかったのか、たまたまなのか分かりませんが落ち着いていました。三塁ランナータッチアウト、これ大きかったです、非常に。さあ、頑張れアイリーって、だはー、ここでワイルドピッチかー。なんとも痛い一点、健常でございます。さあ、ここからドラゴンホース返していくぞ。ゴルフスイング体勢出ろ、ドーっと、ナイスボール。さあ、3回アイリー締めていくぞ。先頭バッター、腰をくるっと回転して強振せずにミート、ナイスバッティングだな。
さあ、ワンアウトランナー三塁。入り抑えてくれ。ここも、やや打ち取っている打球。しかし、腰をうまく回転してミート。なんだ、この打ち方は。アイリは3回で2失点。2点取られたものの、まあ、ゲームを作ってくれたかなと思います。ナイスピッチング。そして4回からはキング、我らがエース藤田でございます。2アウトランナー満塁の場面から、ハイスボール打ち上げる。この回からファーストからショートに変わってました。こうちゃん取ります。ナイスピッチング藤田。6回の裏までまだ0更新。スコアにたこ焼きのようなスコアが並びます。マキシャ打ってくれ。これはショートゴロ。走る走る走る、セーフなるか。うん、ナイスプレイ、ショート、いい動きです。さあ GKT ケンタ、ヒットで出てくれ。打った、これはいいところに抜けるかと。ここセカンド追いつく。そしてそのまま投げる。うわー、よく追いついた。しかし DH 内野安打です。ここで初めてランナーが出ます。ここまでノーヒットでございました。さあキング藤田続け。ここを時折中盤から二刀ベースさんのピッチャーボールを動かしてくる、そんな投球内容でした。非常に打ちづらかったです。さあ7回最終回、もう1点も上げれない状況。ツーアウトランナー1、3塁ピンチ。藤田がゾーンに入ります。ナイスボール。そしてこのファームの打球を阿部ちゃんが必死に追うぞと、スライディングでナイスキャッチ。いい流れで最終回へつなげます。最終回の先頭はこうちゃん、唇を切ってくれ。ダハー、これ甘いボールでしたが、悪い癖でミニメでボール見て潜っちゃうんですよね。うん、練習あるのみです、すいません。続く6番出塁、阿部ちゃんが出塁しました。体勢続いてくれ。ダハー、これピッチャーゴロだ。ゲッツーで試合終了してしまうのかと、ここで落としてくれました、ありがとうございます。ツーアウトランナー2塁、ここでDH 動きます。代打のたっちゃん。たっちゃんは聖光学院出身で、投手として甲子園を経験、そして甲子園のマウンドでも投げております。しかし DH では打撃センスを買われ、代打や野手での出場が多くなっております。選球眼も良く、そしてミートもうまいんですよね。はい、ここも自分の嫌なコースはカット。いい打撃センスを持ってる。ここもカット。こうちゃん、こういうバッティングしたいな。ここもカット。さあ達也、みんなの思い乗せて返してくれ。ランナーには阿部ちゃんがいます。ヒット1本で回すサードランナー、こうちゃんの餌食は今肩を回しております。みんなの思いを乗せて打った。いい角度で上がったぞ、このライト大きいぞ。打球の行方はいかに。ライトの足が止まった。ゲームセット。2年連続全国大会の夢はついえました。来年また挑戦させていただきます。日東ベッサさん、ご対戦ありがとうございました。次の試合でも日東ベッサさんは決勝も勝ち優勝いたしました。全国ファーストステージ出場おめでとうございます。第2回プレゼント企画、福島レッドホープス横山隆明さんから視聴者様へグローブをいただいております。こちら応募受付期間は10月中となっております。応募方法はこちらです。熱い熱いコメント待ってますよ。非常にかっこいいカラフルなグローブだぜ。日東ベストさん、ご対戦ありがとうございました。東北代表として全国ファーストステージ頑張ってください。そして甲子園の出場権を勝ち取ってきてください。応援します。今週もご視聴本当にありがとうございました。来週も視聴よろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、いいねお待ちしております。ドラドラー。